池浜駅は山口県周南市大和久米矢院内にある西日本旅客鉄道の駅。山陽本線を所属線として岩徳線を加えた2路線が乗り入れる。線路名称上では当駅が岩徳線の終着駅であるが、運転系統上岩徳線の列車はすべて徳山駅まで乗り入れており、当駅止まりの岩徳線列車は設定されていない。端式一面。 島式2面の合計3面4線のホームを持つ地上駅。山陽本線の列車は駅舎側の単式ホームと島式1面を、岩徳線の列車は島式1面を使用する。なお、岩徳線は単線であるため、当駅が交換駅としての役割も担っている。各ホームは古線橋で連絡している。徳山駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが 駅業務を受託する業務委託駅であるが、土休日は無人になる。愛子化は非対応であるが、2022年春に利用できるようになる予定。最寄り停留所は、くし浜駅前となる。以下の路線が乗り入れ、傍聴交通により運行されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。